第73回全日本大学野球選手権第4日準々決勝中京大3から6青学大2024年6月13日神宮中京大は青学大に3対6で敗れ1972年以来52年ぶりの4強進出を逃した最速151キロ右腕で来週ドラフト候補に上がる高木海大3年は 7回5安打5失点、自責4、で交番。点を取ってもらったのに、守りきれずに悔しいです、と涙を流した。直球と鋭く落ちるスプリットを軸に、全国屈指の強打戦から13審を奪う力投だった。力を残さずに投げていた、と6回までは1失点。しかし、7回からの2イニングで4失点して逆転負けを喫した。 今春リーグ戦では、名城大との開幕試合で1965年秋の愛知大、嵐和彦投げ以来となるリーグ59年ぶり3人目の完全試合を達成。今大会は、日本文理大との1回戦で3安打完封勝利を挙げて、中2日で向かった先発登板だった。自信を持てる部分もあったけど、最後は通用しなかった。 日本一の相手と戦い、いい経験ができた。もう一度ここで野球がやりたい。できれば青学大と戦って勝ちたいです。と秋の雪辱を誓った。